こんばんは、ひらめだよ。地震あったと思うんだけど大丈夫だったかな？もうお腹が鳴るんかい。ごめんね、お腹鳴っちゃったけど、ちょっとね、大きい地震だったし、僕のところは震度3ぐらいで、そんなにこう、何か被害があったとかじゃないんだけど、でもなんかやっぱり、こう、少しね、どうしてもドキドキしちゃうところもあると思うし、ね、そういうふうに、こう、大きい地震とかがあると、いろいろ調べちゃったりとかして、なんだろう、眠れなくなっちゃったり、不安になっちゃったり、すると思うんだけど、もちろんね、情報を得るっていうのは大事なんだけど、考えすぎて、ドキドキしすぎちゃってもダメだから、少し落ち着いてもらうために、梵天をね、やろうかなと思うんで、もうね、防災のそれなりに準備したらお布団入っちゃって、今はしっかり寝ちゃおう。あ、でももちろんね、もうちょっと起きてるっていうのも全然大丈夫なんだけど、ドキドキしてたら少しね、落ち着こうね。行くよ、梵天ね。大丈夫だからね。よしよし。大丈夫。もしね、寝たいのに眠れなかったら、目つぶってゆっくり呼吸しながら、僕の梵天に身を任せてくれれば大丈夫だよ。大丈夫。もちろん、警戒するのは大事だけど、目つぶって休むことは悪いことじゃないからね。こう、ツイッターとかだと、逆に情報がありすぎてね、不安を煽るようなことにもなりかねないから。大丈夫だよ。落ち着いていいんだからね。しよっか。ちょっと待ってね。僕もね、実はこう、今夜とか、ちょこちょこいろいろ作業しようかなと思ったんだけど、地震が少し落ち着いて、よし、じゃあ、ちょっと落ち着いたから、いろいろ作業しようかなと思ったんだけど、
ついついね、なんか落ち着かなくて、僕もやっぱちょっときっと不安なんだね。大丈夫。大丈夫っていうことで、僕も大丈夫になる。一緒に落ち着こうね。して、そうやって眠れるようにしてくれ。